家になったきっかけですか。まあ、元々僕あのものづくりしてたんですね。20代前半の頃にあの自分で家具を作って販売、まあ、デザインとかをしてたんですけど、なかなか食べていけないっていうのがあって、まあ、それで日本のメーカーに入って上海の、家具工場で、8年間、まあ、生産管理なり、デザインをやってたんですけど、まあ、その2つのものづくりと、大量生産の現場2つあの経験してきたんで、日本の、手仕事っていうのをもう一度見直したかったんですよね。それで、まあ、それもあってあの写真家、それがあって写真家ってわけじゃないですけど、写真を取り出したのがきっかけですね。まあ、ものづくりの人、伝統工芸に関わらず、ものづくりの日本全国のものづくりしている方々を取り歩いているところです。途中ですね。職人さん取り歩いても2年半ぐらいになるんですけど、最初は、まあ、あの廊下の方にあるような、ドキュメンタリー形式で皆さんの工房を訪れて撮ってたんですが、まあ、1年半ぐらい取り歩いた時に、まあ、職人さんの手元の写真に、美しい 美があるのかなっていうのを感じたんですね。まあ、それなんでかなっていうのを考えてたら、まあ、日本の芸能だったり武道だったりっていうのは型っていうのがあると思うんですね。それぞれの、まあ、例えば弓道だったら弓道の型が、でその型っていうのを、まあ、皆さんも多分テレビとかで見てると思うんですけど、綺麗じゃないですか。でその綺麗、そういう型っていうのは職人さんの長年の同じ作業の中に同じような型っていうのが、独自の型っていうのがあるんじゃないかなと思って、その中から今回手元の型をテーマにして写真展を開きました。ですね、ここの、住職さんと知り合ったきっかけっていうのも、うちのあの革カバンを作ってらっしゃる、東京の職人さんなんですけど、その方の撮影の時にたまたまこちらの、お母さん、住職さんのお母さんが東泉流の先生、あの煎茶の先生なんですよね。で、あの東京で教えてらっしゃる時にご紹介いただいてっていう縁があって、今度京都に来たら遊びに来なよっていうことで伺って、で、まあ、あの KG プラスに申し込もうと思っていろんなギャラリーも見せていただいたんですけど、やっぱり自分の中であのその撮影の中で会った人っていう縁を大切にしたかったので、ここにさせていただきました。お寺の雰囲気っていうのが、まあ、新鮮な場所なので、あの明るいより暗い方がよりあの引き立つんじゃないかなと思って、まあ、その中で写真だけ、まあ、下からライト当てて、あの浮かび上がるような感じにしたかったっていうのがありますね。あと、まあ、暗くすることによって、あの金箔とか使われてるんですけど、この金箔が光を、少ない光でも、光を吸収してボワンってあの浮かび上がらせるような、そういう性質があるので、そういうのも大切にして、雰囲気を壊さないように展示してみました。今まで僕写真を撮ることだけやってきて、見せることっていうのは全然考えてなかったんですよね。なので、KG プラスを通してこの個展自分で考えて作るのを通して、あ、そういうことも大切なのかと思って、うん、とてもありがたい機会を与えてくださったなと思っています。まあ、この99の作り手のシリーズは、まあ、ずっと続けていこうと思ってるんですけど、さっきお話ししたように、あの日本の武道芸道とかっていうのも、まあ、そこから通じてるものもものっていうイメージがあるので、それとそうですね、対比させて、写真を撮っていきたいかなと思いますね。で今は手だけですけど、職人さんの目だけにフォーカス当てたり、足とかにフォーカス当てたりっていうのも
考えています。あとはそうですね、もともと日本の伝統工芸っていうのは大陸から中国の方から渡ってきたと思うんですけど、そちらのそうチベット仏教の、職人さんを取ってみたりっていうのも考えています。はい、まあ手職人さんの手元だけ取ってる人はきっと多いと思うんですよね。ただもう僕も見てきましたし、でも初め1年間ぐらいはなんでかな、かっこいいとは思いますけど、なんで手元なのかなって分からなかったんですよね。まあ取り続けるうちにそれが、まあ、よく手に現れるって言いますけど、やばい、言えない。カメラが向いてる。手に現れるって言いますけど、本当その通りだなと思って、でその、彼らの手の動きが、やっぱり職人さんっていうのは毎日同じ作業をしてどんどん数をこなさなきゃいけない仕事じゃないですか。その中でどんどん自分の中でどうやればスムーズに次の作業に移れるか、一つの作業をこなせるかっていう、長い月日同じ作業をしてるうちに自分なりの型っていうのができてきてると思ったんですよね。でそれが日本の武道や芸道に重なる部分があると自分の中で感じまして、こういうシリーズを撮りました。ね、目はもちろん多分それぞれ今まで撮ったの中でも優しい目で作業してる方もいらっしゃいますし、険しい目でもちろんしてる人もいらっしゃいますし、で手で職人さん手で仕事をしてる人だけじゃなくて、体全体で足で道具を押さえたりしてる方もいらっしゃるので、そういう体全体でしてる人たちはその全体の足だったりをもクロスアップして撮っていきたいと思います。ね、モノクロの方が見せたいものが見せれるかなと思って、結構人間人って色に左右されると思うんですよね。例えば山の風景で木々が赤くて空が青かったら秋だなと思うだろうし、それが緑だったら、まあ、夏、新緑の季節ですよね。そこから色抜いちゃうと何が残るかっていうと、やっぱり木の形だったり山の流線だったり、そういう形本来のものを見せたいっていうのがあるんで、職人さんもモノクロで撮ってます。